けました。左手は神手で見つけました。ありがとう、タワーありがとうございます。またドレスありがとう。皆さん、おめでとう、ありがとう、ありがとう。あ、竹まつるさん、ゴールデンタワーありがとう。竹まつるさん、もう今日見つけました、ありがとう。あの、神手ありがとう。見たありがとう。本当に X も見ました、ありがとう。またお礼します、ありがとう。あ、皆さんありがとうございます。キュールさん、クマタワー、ゴールデンクマタワーありがとう、嬉しい。皆さん、応援じゃなくてお祝いしてください。ありがとうございます。キュールさんもいつもありがとう、くるくること見ててくれて本当に嬉しいです。これからもよろしく、くるくる、またお礼します、ありがとう、ありがとう。初めて嬉しい、ありがとう、くるくる嬉しい、ありがとう、おめでとう、ありがとう。ありがとうございます。皆さん、そう、今日7周年コンサートで披露しました愛の重さの ST48 ファーストアルバムのリード曲の選抜に選んでいただきました。クルインパさん、タワー、ゴールデンタワーありがとう。クルインパさん嬉しい、本当にありがとう。クルインパさんいつも見てくれててありがとう。あの、なんだっけ、あの、この前のもうたくさんありがとう。くるりんぱさん、これからもキルキルを見ててね、ありがとう、お礼します。またヨシドルさん、タコもありがとう。あ、タコもじゃないタコタワーもありがとう。ヨシドルさん2つありがとう、嬉しいです。頑張ります、これからもっともっと頑張るので、皆さんぜひくるくるのこと見てやってください。あ、アルバム買う、ありがとう、嬉しい。神戸公演見に来てほしいっていつも分かった、まずその難しかったよ、その伝え方。神戸公演来てほしい伝え方。ナルドさん、熊タワーありがとう。ナルドさん嬉しい、この前も投げてくださって、あのタワー、その時に SNS 見てるよって言ってたんですけど、あのインスタですね、インスタを見つけ、あのいいねとかこしてくれてたのを見つけました。ありがとう、ナルドさん、タワーありがとう、選抜おめでとう、ありがとう、嬉しいです、お礼するね、待って、ナルドさん、あ、ナルさんありがとう、ゴールデンタワー。なんかしかもさ、ちょっとゴールドだからさ、なんかちょっとよりなんかすごいさ、豪華に。ナルさんありがとう、ゴールデンタワー、クマさんタワーありがとう、嬉しいです、いつも見てくれてて、 X も見てるよ、ありがとう。 X 見てるよ、怖いか、ありがとう、本当にこれからもくるくるのことよろしくお願いします。応援する、あ、おめでとう、コメントもありがとう、なるさんありがとう。お、週末嬉しいだけとか言ってる場合じゃない、ほんまにそうよ、嬉しいだけとか言えないから、もうそんな嬉しいですしか言えない、嬉しいだけ、おもろい、ほんと、ありがとう、そう、愛の重さ、いい曲だよね。くるくるも聴いた瞬間もう本当にいい曲すぎて感動しました。あ、イノセンスさん、ゴールデンタワーありがとう。イノセンスさん嬉しい、たくさん会えて嬉しいよ、ありがとう。イノセンスさん本当にありがとう、これからもくるくるのこと見ていてね、お礼するね、待っててね、ありがとうね、本当に。あ、マスタカさん、タワーありがとう、タワーありがとう、今日も見つけたよ、いいとこに、ありがとう。マスタカさん、タワーありがとう。あ、マサパマチさん、ありがとう。タワー、選抜のボードびっくりした、本当に、え、なんであるの、知ってたのってなった、本当にありがとう、それっぽいマチさん。ふくちゃんさん、なるほど、このフレームタワーありがとう。ふくちゃんありがとう、今日も笑顔が輝いておりました、ありがとう。愛の重さを測る時の振り、ここじゃろ、私はもう真ん中で、そう、マイキューさんと一緒にこうって頑張っていますまっちゃんタワー、ゴールデンタワーありがとう。まっちゃん
井さんとくるくるで嬉しいです。ありがとうまっちゃん、タワーありがとう。そうなんですよ、そう、しかもめちゃ好きありがとう。あ、くるくる先輩泣いたわ、泣いたわ、ありがとう。ごめんなさい。あ、ナラセンシルさんフレームタワーありがとう。あの天使のゴールデンフレームタワーありがとう、嬉しいです。今日もあの X のあのくるくる映ってるみたいにいっぱいあのツイートしてくださって見ました、ありがとう、本当に嬉しいです。ナラセンシルさんまたお礼します、ありがとう。あ、おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。中村さんタワーありがとう、嬉しい、本当にありがとうございます。ゴールデンのタワー中村さん配信で見てくれてたのかな、ありがとう、またお礼するね、ありがとう本当に。あれも買う、ぜひ買って、もういっぱい聞いてほしいんです。くるくる審査のポジション素敵、そこあそこも感情入りますね。そう、新章も素敵で、あ、ヤマさん天使の熊タワーありがとう、いつも応援してくれてありがとう。ヤマさん嬉しいです、フレームタワーこれからもくるくるを見ててね、ありがとう。山さんお礼するね、また本当にありがとう。そう、その選抜の発表を聞いた時にはもう本当に皆さんに言いたいっていう感じでした。本当に言いたい、言いたくて仕方ないという感じだったんですけど我慢しました。もう言いたかった、なのでやっと今日という日が来て私は嬉しいです。奈良先生さん、レインボースタータワー、これレインボースタータワーありがとう。奈良先生さん、レインボースタータワー嬉しい、いつもスターになりますってこれに返していく、スターにもっともっともっとっていうか、まあ、今まだスターかわかんないんですけど、スターになれるように頑張ります、ありがとう奈良先生さん。そう、お話し会もぜひ、いつ頃から、え、これさ言っていいかわかんないけどさ、そう、でも結構聞いてる、くるちゃん泣いたら泣いた、でも本当に泣くつもりはなかったんですよ、なかったというか泣くぐらい嬉しいんですけど、ステージ上では泣かないので、私はステージ上では泣かない女なので泣かないと思ってたんですけど、もうその顔を見たらその出ますよね、普通に冷静に考えて。昇格イベントの時にはどうかなどうかな、そう、いい子育てよかった、ありがとう。あ、モリモリクマありがとう、モリモリさんクマタワーありがとう、嬉しいです、いつもありがとうね、ニート動きのこと見ててくれて、モリモリありがとう、今日はご飯モリモリ食べたいと思います、ありがとう。泣かない女なので私は、そう、一番星になれる、頑張る、あ、友達クルクルしてめちゃくちゃ、あ、嬉しい、頑張って残してた、いや抑えました、もう。そう、あ、炭酸せんべいさん I love you タワーありがとう、炭酸せんべいありがとう、嬉しい、本当にありがとうございます、クルクルのこと見ててくれてありがとう、炭酸せんべい、お話できるのもいつも楽しいよ、ありがとう。なんかラグある、ちょっとなんかラグいいこれ、ちょっとありがとう、本当に皆さん嬉しいです。私のパートは、僕が見ていたのは僕の理想像です。親には言ったね、いやね、いや、そうなので、もっともっと頑張り、あ、さっきあと軽く言ったんだけど、こう今回クルクがいただいたポジションは、こうセンターのマイキューさんの後ろの、まあ、自分で言っちゃうとなんかあれなんですけれども、自分でこの大々的に言っちゃうとあれなんですけど、裏センターのポジション、こう名前で言ったら裏センターの後ろのポジションやらせていただいてて、そのサビとかも常に踊るときに大体マイキューさんを見ながら、こう
見て踊る感じなんですけど、もうそれが本当に嬉しくて、こうマイキューさんからこう刺激をたくさん受けています。そしてもっともっと頑張ろうという気持ちになっていますリチャードさん、クマタワー、ありがとう。リチャードさん X も見てるよ、ありがとう。リチャード、嬉しい。またお礼するので、これからもくるくること見ててね。ありがとう、本当に嬉しい。ね、クルクルのインタビューね、 2.5 キロ最後だったよね。思った。そう、そう、マックス好きセンターやらせていただきました。嬉しかった。あの研究生でクリスマスの日にやった日に続いて、正規メンバーの方でもマックス時315号センター、もう本当に嬉しくて、サーヤさんがおめでとうって言ってくださって嬉しかった。センターラインが好き、嬉しいです。愛の重さ初めて分かったよ。そう、いやいや、あ、嬉しくて泣けちゃいました。ありがとう、本当にありがとう。もう全然です。でももっともっとくるくる頑張らないといけないレベルだと思うので、そう、本当に頑張ります。裏センターしっかり見えちゃう、良きです。ありがとうございます、頑張ります。今日はうちを見てくれて嬉しかった。一瞬なんかあれ、あのダジャレかと思った。嬉しかったわ。こちらこそ、うちは嬉しかった。本当にたくさん見えて、本当にくるくる今日びっくり、普通にびっくりするぐらい、そのくるくるのうちを持ってくださってる方が多かったり、ペンライト振ってくださってる方が多くて、1曲目からあの練り歩きだったんですけど、もうこう後ろなんか映像があるの、裏で、だからこう ペンライトみんなが振ってるのとかもちょっと見えるんだけど、こうコロこう見て、こう1曲目出て行って、こうすぐクルクルのペンライト振ってくださった方がたくさんいて、本当に嬉しかったです。もう感動、嬉しすぎて、あ、もう歩くたびに、ありがとう、ありがとうってなります。本当にゆうゆうさん、タワーありがとう。ゆうゆうさん嬉しい、タワーありがとう。今日も見つけたよ、ちゃんと見つけた、本当にありがとうね。練り歩きではあの そっちの方向に行けなかったんだけど、ステージ上からちゃんと見つけてありがとう。くるちゃんの背中を見て、僕も頑張ります。くるくるの背中見て、くるくる背中小さいけど、ケイタくま、ありがとう。ケイタさん嬉しいです。ケイタありがとう、いつもくるくる見ていてくれてありがとう。 X も見てるよ、ありがとう。本当にケイタさん、これからも、あ、俺すんで待っててね、ありがとう。そう、現地でも来てくれて嬉しかったです。本当にめっちゃ湧いた。あ、奥村桃子さんも喜んでた。お、よかった、よかった。そう、スタートラインなので、もう本当にこっから先に先んこっから先もっともっとこう STU48 の中心だって、こう引っ張っていけるくらいのメンバーになりたいなって思っています。こうし、今回選ばれた、選んでいただいたことに満足せずに、次も、次シングルかな、次のシングルでくるくるを選びたいと思っていただけるように、選抜という立ち位置、自分がいただいたポジションを守り抜いていきたいし、もっともっと上に上がっていきたいなっていうふうに思います。全力で頑張ります。タントカタン、タワーありがとう。タントカタン、タントカタン、タワーありがとう。嬉しいです、本当にありがとうね、見ててくれて、もう本当嬉しい、ありがとう。お礼します、ありがとう。マックスよかった、練り歩き見せ、こちらこそありがとう。あ、マイクからクルちゃんの時びっくりした。いや、そうだよね、ドゥーンって出てきたよね。せまちゃんもやった、ありがとう、ありがとう。練り歩きクルさん来てくれるね、日頃の声、いや、もうクルクルが頑張って全部回ります。もうでもちゃんと見つけてます、本当に皆さんのこと。せまちゃんも現地見て感動した、クルクルも感動した、ありがとう。本当に
あ、香川に行くね、くるくるプラント、え、嬉しい、見つけます、ありがとう。え、そうなんよ、いや、くるくる本当に悔やんだのは背が低いことをすごい悔やんだ、フリーレの時。うわ、背低い、もう最悪、背低い、もう背低いせいでもうどう頑張っても見えないみたいな。だって振り付け師さんも困ってたもん、背低いんだよなって言われた、すいません背低いから見えないよね、すいません。なのでもっともっと自分がこう前に出ていけるように、もっとこう、そう、前に選んでいただけるのにふさわしいメンバーになれるように頑張ります。そう、ここからもいろんな仕事頑張っていきたいと思います。また明日も、明日もよろしく、るくる、小柄な、可愛かった、そこからなのよ、あ、気づいてくれて嬉しかった、もちろんよ、そう、見えんくなるの、くるくる、あ、センターになるしかないってこと、頑張ります。おしゅういち、I love you too、 ありがとう、おしゅういち、嬉しい、ありがとう、本当にちゃんと愛が伝わっています、くるくる、嬉しいです、ありがとう、しゅういち、これからも見ててね、お礼かけますな、待ってて、ありがとう。そう、ちょっとマイキューさんとくるくる位置変わってみようかってなかった、多分この2番の A メロの、あ、 A メロかな、いや違う違う違う、2番のサビのくるくるが天秤やってるところは、多分もともとの振り付けはくるくる後ろだった気がする、後ろでマイケルさんの後ろをこうやってやるはずだったんだけど、くるくる小さく見えないからしゃがむことになったんだと思う、多分そこで悩んでた、写真うまく撮れなかったので香川愛媛でリベンジ、お、ありがとう、撮ってくれてありがとう、スジロー、 I love you too、 ありがとう、今日も来てくれてありがとう、I love you too、 嬉しい、本当にいつも見てくれてありがとう、これからもよろしく、るくるだよ、ありがとう、ストジロー、ありがとう、シンゴさん、タワー、あ、ごめん、これちゃう、シンゴさん、クマタワー、ありがとう、シンゴさん、嬉しい、本当にいつも見ててくれてありがとう、あ、パイナップルが追加されてる、パイナップルと虹が、ありがとう、シンゴさん、これからもくるくること見ててね、あ、サイサーさん絡みよかった、じゃろ、そう、絡んだんや、今日、あ、ごめん、この選抜おめでとう、そしておめでとう、あ、そしておめでとう、ありがとう、ダブルおめでとう、嬉しいです、ありがとう、本当に頑張ります、ここ本当に本当に本当にここからがスタートだと思うので、もっともっと頑張りたいと思います。そう、前に立って ST ホテルして、あ、先週かけてして買いすぎた、あ、そう、できて嬉しかった、ラーラーラー、あ、コロちゃん、ラー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 、いやー、余韻ですよね、本当に、待って、ちょっと配信始めてからここまでめっちゃ意見早口で喋りすぎてここら辺ちょっとやばいんだけど、初の選抜おめでとう、会場で見てて泣きそうになりました、ありがとう、嬉しいです、本当にくるくるも泣きそうになりました、普通に、てかくるくる泣きそうになって後からスタッフさんにくる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 泣いたよたくさん言われた、すいませんすいませんみたいな、たくさんの人に知ってもらえるアルバムなるように頑張ります、
そう、新書も可愛いじゃろ。可愛いよ。出遅れ感そんなないよ。出遅れ感なんかないですよ。大丈夫ですよ。全然そんな風に思わないで。愛の重さ初めて分かったよ。君の気持ち背負ってみて知った。心がしびれるくらい。なんかまるで世界が溶くような重さ。一瞬で未来が見えたね。初恋バタフライも良かった。亀田曲良かった。あ、ちゃんと見た。ありがとう。確かに本当に亀田曲良かった。もう初恋バタフライも嬉しかった。初恋はバタフライ。ちょっとココアさんからちょっと泣けるライン来ちゃったんだけど。花火さん、アイラブタワーありがとう。花火さん嬉しい。ありがとう。本当に見てくれてるの感じてるよ。ありがとう。アイラブユータワー、これ後ろで待ってての本当に皆さんありがとうございます。コロちゃんちょっとこれ配信中泣かないです。配信中泣かないですけど、ココアさん初恋バタフライは HKT オタクのお姉さんたちがセンターの少しは確かにね。そう、博多ってか博多出身のメンバー、サーヤンさんとかサラピさんとかさやかりんさんとか、あのパセリさんとかが真ん中らへんにねいらっしゃって、くるくるね。初恋バタフライもね、裏センターに選抜発表とともにしれっと発表された今年の足はくるくるって評価。ちょい低めかな。似てる。ほんと大丈夫。ありがとう、嬉しいですね。ちょっと待って、コロ本当に嬉しいですね。今はね、とりあえず一旦喜びに浸ってから喜びに浸って一旦ね、でこうまたちゃんとしっかり気を引き締めて頑張っていきたいと思います。一旦ね、一日でもこう浸る時間欲しい。浸る時間いやー嬉しいですね。やっぱもう本当に嬉しいし、いずれ生徒になる。そんなことないです。そう言ってくださってありがとうございます。見ててねくるくること。そう、1年ぐらい余韻続き、いやこのままだと、まあ、5年ぐらいこの余韻続きそうなんだけど、5年ぐらい余韻続けてたらちょっともう次のシングルにもうなんてもうちょっと通り過ぎちゃってると思うので、5年も10年もこの世にいたんだ一瞬浸ってちゃんと次をこうしっかり見据えていきたいですね。ちょっと頭が痛くてあのゴムを外します。わ、ユリの昇格祝いにポテチとビールな、めっちゃいいやん。くるくる頑張ったからありがとう。本当にいや、そんなことないですよ。もう皆さんの応援のおかげですよ。今日のコンサートも輝いていた。本当嬉しい。輝けていていたら、
4日の日のあフラスティバル、あありがとう、迷ったらこうで、ありがとう、松見さんにあれちゃんそういう頑張ります。次の目標初シングル選抜、新次ね、いつ12月まであれはあるけど、いつがシングル発売って、早いけどね、ちょっと早いけど早いかもしれないけどかわかんないけど、でもそこでも選びたいと思っていただけるように、もう私なんかとか本当に私でいいんでしょうかという発、あ間違えた、本当に私でいいんでしょうかのような発言はせずに、もうこのいただいたポジションを全うしたいし、こうもっと この子はいないといけないのやっぱって思っていただけるような期間にします。明日の子は直接おめでとう言いたいです。ぜひ今日の夜も若干徹夜かもしれん。赤色サンタさん、熊タワーありがとう、赤色サンタありがとう、嬉しい、本当に赤色サンタさんありがとう、嬉しいよ、またお礼するね、ちょっとくるくるの髪が丈夫すぎてちぎれたんだけど、赤色サンタさんありがとう、タワー本当にラブです、ラブすぎます、ありがとう、努力の結果そう言ってくれ、今日さらにも超出て嬉しいです。選抜入りを聞いてから今までの間やはり早く言いたかった、言いたかった、もう言ってしまおうかなとか そんなはあれないんですけど、ちょっと それはもう言ってしまったならば私はもう多分ここにはいないはずなので絶対言ってはいけないと思っていて、絶対言ってはいけないんですけど、もう言いたすぎてやばかった、言いたすぎたし、新曲とかもこう、まあ、やっぱ本番今日披露するためにやるじゃないですか、練習するから歌を覚えたり歌詞を覚えたりするんですけど、って言っちゃいそうなんですよね、こう歌っちゃいそう、愛の重さ、あトゥルルルルル、あみたいなことしちゃいそうなって危なかった、でも一回も出てないです、大丈夫、心もすごい成長した、本当本当成長した、自分本当に弱気だもん、私結構弱気たくさんあった、でも頑張ります。ゆきひろさんタワーありがとう、ゆきひろさんゴールデンタワー、もう嬉しいです、本当にありがとう、ゆきひろさんこれからもくるくるのこと見ててね、お礼するね、っていうかそのまあ、その伝えたいし、選抜について伝えたいし、その早く共有したいし、そのそれについて早く語りたいみたいな、語りたいっていうか、そのお話し会とかでもそうだけど、まあ、公演のお見送りとかでもあれだけど、こうそのおめでとうって言われたい、言われたいっていうかな、ちょっと言葉むずいんだけど、この配信とかでもだし、すごいいいねみたいな、おめでとうすごいねみたいな、その言葉とかその感動したよとか待ち望んでいたとかで、こうくるくるのファンの方が思ってくださってて、その嬉しい気持ちになってくださるのが本当嬉しいので、嬉しかったですね。そう配信中放って出てそうなったよ、もうレッスン大変すぎのメールは選抜企画のレッスンもあるし、でもね結構いろいろ重なってたからっていうのもある、他にもある、そうでもそれもあった、
やー嬉しいですね。え、私はさ今さリビングに誰もいないんだけど、くるくるここにいるからリビングに誰もいないんだけど、絶対コロ一人でリビング寂しいからくるくるの部屋に連れてきてあげようと思って連れてきて配信してたのに、コロが出たいとか言って吠え出すから部屋から出してあげたのにまた吠えて部屋にいろって言ってる。投げたつもりの話かみます。嬉しいです。それでも本当にもう皆さんの言葉が嬉しいです。ありがとう。言葉がってかそう全てのことが嬉しいです。ありがとうありがとう。もろこしです本当に。そうだよ、入れてあげたらまた出せって言うんだよどっちだよってね。ちょっとかわいいな。待ってるのコロちゃん、ドアの外で待ってたの、開けてほしいって待ってたの。チョモチョモくん、ちょっと私コロちゃんと喋ったらやばくなっちゃうから喋らないとこコロが部屋の中に入ってこないって幽霊がいるから、そういうことなんでしょ。選抜入ったこと改めて気づいたこと、気づいたこと、でもやっぱ選抜っていう立ち位置っていうか選抜っていうところは可愛い、選抜っていうところはやっぱりみんなが憧れる場所だと思うし、まあみんながとは限らないけど、まあ大体アイドルになってポテトグループのアイドルになったらこうやっぱ選抜は大体目立つとこだと思うから。コロちゃん危ない、あんたこけてるやんけ。もうあのなんだっけ、みんなが憧れるとこだと思うからし、憧れるとこだと思うし、全員が立てる場所ではないっていうのは本当にすごく自覚しておいて分かってるので、選んでいただいた分ちゃんと自覚を持って、まあ普通に STU に入ってるだけでも自覚持たないといけないんだけど、プラスでもっと自覚を持って頑張らないといけないなというふうに強く思いました。嬉しいです。お母さん感くるくるの親感ある、めっちゃおもろい。あんたこけそうになったおもろい。一つ目の目標選抜達成、次はどんな目標、次も選抜に選んでいただくことが今の一番の目標かなっていうところですね。次も選抜選んでいただいて、低身長でもこう見ていただけるようにこうしっかりこう頑張り、あの上を目指して頑張りたいです。おかんって感じ、おかんやばい。ラビットシーズンレギュラーなんて、ラビット面白いですよね。ラビットでもフロントメンバーは本当に憧れです。上目指す気持ちが伝わった、もう本当に
でもマジでもう 100% 本当にもう皆さんの応援のおかげなので本当にありがとうございます。そう、慎重見て、こら、こいちゃん、ちょっと私のなんかこの汚い汚いっていうのがバレちゃう、ここが、もう私がこれ椅子の上が汚いのがバレちゃう。これちゃん、こら、こちゃん、こっち向いて、こら、こっち向いてくれないの。さやさんとシメで踊るクルクル来て、確かに、あ、確かに今回はシンメがいないのか、シンメっていうあれが、そうか、確かに頑張ります。フルムシ、ほんとフルムシ、クルクルどこにいてもなんか見つけてるし見てしまう、え、嬉しいです、ほんとに嬉しいです。あずみと同じ目線でクルクル背の高さの方今日の明石焼きどこのか、えー、なんだっけな、どこのだっけな、明石焼きちょっと調べてみる。自分自身コメントありがとう、嬉しいです。でマイキューさん本当にかっこいいです、本当にかっこいい。確かに新芽は今回いないけど、歌割りはあずみんと、僕が見ていたのは僕の理想像が、アズミン、アズクルでの歌わりおもろい、二人の歌わり、ここに来て、アズクル島田部のインタビュー映像つまみに先ご飯を飲む、本当にくるくる泣きましたよ、インタビュー、インタビュー、多分インタビューの流されたシーンは涙じゃないシーンだったんだけど、泣きました。あ、おめでとう、ありがとう、くるくるも嬉しいです、ありがとう。お、今日の声構成が良かった、お、嬉しいお言葉ですね。何のインタビュー、なんか7周年についてのインタビューって呼ばれてた、7周年について話してもらう、だからその発表、選抜、あなたは選抜ですって発表していただく前にも結構いろんな質問に答えたの、これから7周年ですがどうですか、昇格してみてどうですかみたいな、なんかいっぱい答えて最後に新書可愛かった、やったー、じゃあまず好きになったってこと、くるくる葵、あざなみさんくるくると葵さんのアーシャ並びが熱い、え、嬉しい、そう、葵さんと並びました、葵さん綺麗だった、お、もしかしてなった VTR、 そう知りたかった、それあの VTR 流れてどう思った、その初めな、何これ、何これ、何の映像みたいな、どこでどこら辺でなんかおってなった、これはなんだって。確かに新衣装普段着としてもいけそう。確かに。え、本当に可愛いよね、新衣装。しかもこう結構最近風な、最近、なんていうんだ、現代風なツイードっぽい柄で可愛い。あ、香川海送られ会、くるくる見つけたらくるくると声出します。あ、出
して、くるくる見るよその瞬間。パッて最初全員行くの。あ、なるほどね。どんな順番でインタビュー。確かにそれはみんなでも話してた。あ、さやかりんさんあたりでもしかして。確かに、だって最初さ、なんか選抜とか、選抜に入りたいとか、目標語ってたのかな、みんな目標語ってて、選抜に入りたいとか、選抜っていう単語が何回か出てきてたから。体がガクガク震えてきて、震えるよね、だからそういうのね、なんか嬉しい。しかも新衣装、スカートとかっていうか下半身の種類が3つあって、ズボンにレースのやつと、ちょっとロングっぽいスカートとミニスカートがあるんです。ククルはミニスカートの人でした。でも足が短いからミニスカートがロングスカートになっちゃう、すいません絵に描いて誘導陣、誘導陣はそう、誘導陣もそう、ミニスカートでした。似合ってた、やったね、やったね。多分半袖の人と長袖の人がいたんだけど、夏服と冬服なんだけど、くるくる半袖で、半袖でした。くるくる来いって思ってて、くるくる出てきた瞬間に号泣した。よかった号泣。くるくる出てきて、くるくる来い、くる来い、くるじゃないんかいってなるとこだった。くるが Q の後ろにいるのがよかった。あ、くるが Q の後ろに、嬉しいです。くるくるもマイキューさんの後ろにいさせていただくの、本当にノースリーブ言っていいのか分かんないけど、冬服の冬服のジャケット脱いだらノースリーブだよ。見ていたのは僕の理想像、うん、楽しかったです。ね、まだまだしっかり目標を立てて上を見て頑張っていくので、もちろん皆さんもぜひくるくるのこと目で追っておいてください。離さないでください。他の人ばかり見ていたらくるくるがおこになります幕張の話し会はあの新衣装とツーショット撮影、正解です。そうなんです、実は幕張のその新制服っていうのはあの衣装なので、可愛いじゃろ、撮りたいよね、これはツーショット、これは撮らんといけんっていう感じですよね、あの可愛さは。ぜひツーショット幕張6月22日の幕張のお話し会お待ちしてます。さっきちゃんさんが言ってた何を気になるお話したよね、選抜おめでとう、あ、ありがとうしたね、ありがとう。あ、くるくるだけ、あ、天才です。会場多分暑いから半袖でよかった、そうなんよ、くるくるはもう汗かかない上に半袖だからもうすがすがしく開演前に3期生と遊んでた人はくるくるに叱ってください。いや本当に叱ります、叱るべき対応をいたします。
大体わかりますよ。ちょっと5時間目だよね、買ってくる。お嬉しい、待ってる。リベンジもよくれるかい、香川でもゆうかちゃんって言います。あ嬉しい、叫んで嬉しい。まかりくれてありがとう、ありがとう。出たいし、あくるくるくさない、天才です。力抜けたい。新曲でいろんな、確かにいっぱい披露したいですね。アルバムのリード曲ってどうなんだろう。でも本当に頑張ります、頑張ります、頑張ります。希望を持って楽しみ、より楽しみになっていただけましたか。あ、これひいちゃんにアイライン引いてもらった。これはじめ本番前に今日のメイクどうって聞いたら、クルさんメイク薄いですよって言われて、ええみたいな研究生の時より薄いですよって言われてやってもらった。フラフェスティバルのステージで披露、ここまでで、ここまでだ。それでは次のじゃない、時間があれなので告知タイムにしたいと、告知タイムをしたいと思います。今日は7周年ツアー in 兵庫ありがとうございました。次のツアーは5月11日で香川県です。うどん県ですね。ぜひS 明石焼き食べれてよかった、めっちゃ美味しかった。そして香川にもぜひ来てくださったら嬉しいです。ストーリーもねちょっと変わるし、こうまた選抜メンバーとしてのこうしっかり披露できたらいいなと思ってるので、香川県お待ちしております。私香川の漢字好きなんだよね、香川。お、見に行く、ありがとう、見つける、オッケー。そしてなんだっけ、あ、5月6日はお台場でフェスがあるので本当にこれもお待ちしております。そして明日は花は誰のもの公演、あやぱんさんの卒業公演があります。悲しい、これは悲しいだけです、本当に悲しいだけなのですが、全力で頑張りますので明日もよろしくお願いします。そしてあ、お話し会の受付中です。これ明日までだっけ、これ明日の1時までだっけ、わかんないけど、幕張、おすすめは幕張6月22日です。通常都会は新制服で行いますので、ぜひ可愛いキュルキュルと写真撮って、それとぜひお祝いとかもしに来てくれたら、くるくるは超絶嬉しいだけです。通所都会とサイン会は2枠しかないので、ぜひ皆さんこの機会にくるくるのことをくるくるに会いに来てくださったら超ハッピーです。くるくるハッピーなのでぜひお待ちしております、おすすめです。それでは、あとオンライン話し会のくるくるの誕生日前日もおすすめ、あさってまでか、あさってまで、あさってまでです、あさっての1時までです。そう、ハッピーハッピーハッピートゥ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 です。ぜひお待ちしております。それでは壇上を見たいと思います。13位、クロリンパさん、あ、今日は2時ぐらいかタイミング、天才かなというふうに思います。ちょっと待って、30位からいこう、30 50、50からいきます。
50位 XYG ありがとう。49位ハーマンありがとう。48位オダヤンありがとう。47位野生の銀河猫ありがとう。46位ハルありがとう。45位タツありがとう。44位今日もあなたの今日もあなたの笑顔が誰かを救うありがとう。43位ラスカルありがとう。42位キズナありがとう。41位誰がハゲやねんありがとう。40位ミキオ先生ありがとう。39位ウラベありがとう。38位キヨありがとう。37位人生ありがとう。36位ヨッチありがとう。35位ホセロさんありがとう。34位カンちゃんありがとう。33位ウォッカありがとう。32位イッちゃんありがとう。31位ナベコありがとう。30位カズヒロありがとう。29位スピードバードありがとう。28位瀬戸内レモンちゃんありがとう。27位ピンクのトトロありがとう。26位ナルドありがとう。タワーもありがとう。ナルド25位赤色サンタありがとう。タワーもありがとう。24位ユーユーありがとう。タワーもありがとう。23位シンゴありがとう。タワーもありがとう。22位モリモリありがとう。タワーもありがとう。21位イノセンスありがとう。タワーもありがとう。嬉しいだけです。20位ナルさんタワーもありがとう。嬉しいだけありがとう。20位も出てね。で19位ゆきひろありがとう。タワーありがとう。本当にありがとう。18位リチャードありがとう。タワーありがとうございます。ありがとう。17位タンダカタンありがとう。タンダカタンタワーありがとう。嬉しいです。16位仲間ありがとう。16位仲間ありがとう。タワーもありがとうございます。またお礼します。15位マスタカありがとう。タワーありがとうございます。本当にありがとう。伝わってます。ありがとう。14位ケータありがとう。タワーもありがとう。お礼するんで待っててね。ありがとうケータ。13位クルリンパありがとう。タワーありがとうございます。クルリンパ見てくれてありがとう。またお礼します。ありがとう。12位忘れっぽいお餅ありがとう。タワー本当にありがとう。嬉しいです。ハッピーです。ありがとう。11位はとか言っちゃった。11位瀬戸次郎ありがとう。タワーも本当にありがとう。嬉しいです。ありがとう。10位まっちゃんありがとう。タワーもありがとう。嬉しいです。ありがとう。9位炭酸せんべいありがとう。タワーも本当にありがとう。炭酸せんべい。8位竹まつるありがとう。嬉しいです。タワーも本当にありがとう。そして7位ヤシーゾンビありがとう。ラッキーセブンありがとう。タワーもありがとうございます。嬉しいです。次6位6位花火師ありがとう。花火師さん嬉しいです。いつもありがとう。写真もたくさん撮ってくれてタワーもありがとう。そして次5位キュエルありがとう。キュエルさんいつもありがとう。タワーも本当にありがとう。嬉しいです。4位そして4位おしゅういちありがとう。おしゅういちタワーもありがとう。直接見てくれてありがとう。嬉しかったよ。ありがとう。そして3位ふくちゃんありがとう。嬉しい時ありがとう。そしてふくちゃん3位ふくちゃんありがとう。タワー本当にありがとう。嬉しいです。ふくちゃんこれから見ててね。ありがとう。そして2位やまさんありがとう。やまさんタワーもたくさんありがとうございます。これからもくるくること見ててね。ありがとう。やまさんラブ。そして1位はドゥルル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 パーン7000シルさんありがとう。7000シルさんありがとう。ラブラブ。たくさんタワーありがとうございます。いつもくるくるのこと見ててくださってありがとう。これからも見ていてね。また お礼するので待っていてください。本当にありがとう。そして皆さん今日は見てくださってありがとうございます。本当に本当に嬉しかったし、この報告ができてよかったなと思います。ぜひ愛の重さとかもね、感想とかぜひくるくるに伝えてくれたら嬉しいなと思います。あ、青さんゴールデンタワーありがとう。ありがとう。本当に青さん嬉しいよ。ありがとう。ぜひそしてカメコ STU も見てるので、ぜひクリックの写真載せてくれたらもう超絶ハッピーハッピーハッピーです。それではお話し会もお待ちしてます。あ、重い愛でよろしくお願いします。愛の重さ重めでお願いします。それではおやすみ。あ、明日もよろしくるくるー。